冷凍庫に10日分のアイスが入っているはずなんですが、2、3日するとなぜかなくなってしまいます。どなたかアイスの行方を知りませんか？こんにちは。マジックの店管理人の武藤由紀です。よろしくお願いします。本日は8月10日、今週最も気になった話題は朝日新聞の慰安婦特集記事についてのお話です。今週8月5日から6日にかけて、朝日新聞が慰安婦問題に関する特集記事というものを出しました。こちら、膨大な量の特集記事になっていますので、全部を紹介することはできませんので、下の説明欄の方にこの記事を貼っておきます。もしご覧になっていない方がいらっしゃいましたら、ぜひともご覧になってみてください。今回の特集記事でどのようなことが書かれていたのか、大雑把にいくつか説明していこうと思います。まず重要なポイントが2点ありました。1つは、今まで朝日新聞が取り上げてきた吉田誠二という人物のこの証言が虚偽であったと判断して、これを取り消しますという内容です。吉田誠二は1983年に「私の戦争犯罪」という本を出しまして、この本の中で日本軍による命令を受けて、青州島で朝鮮人女性200名余りを、棍棒で殴るなどして強制的に連行して、それを慰安所に連れて行って強制的に慰安婦にしたというような告発、証言というのを行ってきたんです。ですが、これが虚偽であったと今回朝日新聞が検証して判断して、そしてその記事を取り消しますと、このように書いてあります。それから2点目、慰安婦と女子挺身隊というものを混同して一部誤用していましたということを書いてあります。この問題というのは実は結構大きな問題で、慰安婦というものに関して現在世界中に慰安婦像、そして慰安婦の日というものが建てられています。アメリカなどでも現在もうすでに数件建てられていますし、それから支那、あるいは朝鮮国内はもとより、日本国内でもこういった日というものが建てられています。そしてそういう日にどのような文字が書かれているのかといいますと、朝鮮人女性などが20万人も日本軍によって強制連行されて、そして性奴隷にされたというような内容が書かれているんです。この20万人という数字、これ実は、根拠のない数字なんですが、実際に日本でどのぐらいの慰安婦というのがいたのかといいますと、2万数千人程度と言われています。これが10倍の数字になってしまっているのは、実はこの慰安婦と女子挺身隊というものを混同した結果なんです。誤って女子挺身隊が慰安婦だったという情報が広まってしまった。それによって20万という数字が出来上がってしまった。そして国連でも世界中でも今20万人の女性が強制的に連れられて、そして性奴隷にされたというこのような日が立てられてしまっている、そういう状態があるんです。そしてもう一つ、慰安婦というのは日本で、現在でいう風俗嬢のようなものですので、風営法によって年齢制限があります。で、当時の慰安婦というのにも年齢制限があったんです。ところが慰安婦と挺身隊というものを混同した結果、12歳の少女、若くて本来慰安婦になれないような年齢の少女というものが慰安婦だったという話に変わってしまっているんです。これは挺身隊と慰安婦を混同した結果なんです。挺身隊は当時戦時中で男手が足りなくて、そして女性や子供でも軍事工場などで動員されて働いていた。それが挺身隊、女子挺身隊なんですが、ここの挺身隊には12歳ぐらいの少女というのも含まれていたんです。これと慰安婦を混同したことによって、12歳の少女が性奴隷にされた、強制的に連れられて性奴隷にされたという話に変わってしまっている、この問題があるんです。そしてこの挺身隊と慰安婦を混同して誤って誤用していましたということを朝日新聞は今回認めました。この
吉田誠二の証言が嘘だった、虚偽だったということを認めた点、低身体と慰安婦を混同していたという点、この2点が大きなポイントです。朝日新聞は今回の特集記事でこの2点を認めたものの、ただ総論として女性が自分の意思に反して強制的に慰安婦にさせられたという、こういうのを抗議の強制性、広い意味での強制性というんですが、自らの意思に反して慰安婦にさせられたという事実があったというふうに、まあ、総括しています。そして慰安婦問題に関する意識というのは変わっていない、これからも変わらない姿勢で報じ続けていくというふうにこの記事でまとめてあります。この朝日新聞の慰安婦特集記事を受けてネット上などでどのような反応があったのか、大きく3通りのパターンに分けられると見ています。1つ目は朝日新聞に対して怒りの声、激怒している声というものです。それから2点目はこの朝日新聞の記事を高く評価して歓迎している、そういう声。そして3点目は今回の朝日の特集記事一定の評価、一部評価している、そういう声。この3パターンに分かれているように感じます。まず朝日新聞に対して激怒している意見というのはどういう方がいるかといいますと、インターネットで有名な和也さん、坊主プロパガンダさんなどが朝日新聞に対して激怒している方です。で、その怒っている理由というのが大体2点ありまして、まず1点目は今回吉田誠二の証言が虚偽だった、それを、まあ、今まで32年間にわたって16回も報じてきたようなんですが、その吉田誠二の証言が虚偽であったということを認めていながらも、この記事では言い訳ばかりをしていまして、自分だけじゃなかったというようなことを言っていまして、そして一切謝罪をしていないんです。記事の中で間違っていたことは認めながらも謝罪がない、これに関して激怒している意見というのが1点あります。そしてもう1点は吉田誠二の証言が虚偽であったと、それを判断するのがあまりにも遅すぎる、訂正記事を出すのがあまりにも遅すぎるということで激怒している意見があります。吉田誠二の証言は1983年に本が出版されて、それ以降80年代から90年代にかけて主に朝日新聞で取り上げられて、これによって慰安婦問題というのは今や世界中のもう女性の人権問題として日本が攻撃される材料になってしまっている。この間32年間の間に一体どれだけの国益が失われてきたのかと。で、1990年代の初頭、93年頃にはもうすでにこの吉田誠二の証言というのは怪しいぞ、どうもおかしいぞということで国内で言われてきた。そして朝日新聞も90年代の後半にはこの吉田誠二の証言の虚偽が判断できませんという、そういうような記事を出しているんですが、それからもう93年におかしいぞとだいたい言われ始めて、そこからさらに20年間放置したままだった。これがこの間にどれだけの国益を失ったのかということで激怒する声というのがあります。大きく分けてだいたいこの2種類のことで朝日新聞に対して起こっている意見というのがあるように見受けられます。それから逆に朝日新聞の今回の記事を高く評価している声というのはどういうのがあるかといいますと、どういう人が言っているのかといいますと、まず日本の弁護士、日弁連などが今回の記事を評価しています。それから朝鮮人、朝鮮のマスコミというものが今回の記事を高く評価しているんです。で、まず弁護士の方ですが、こちらはブロゴスの記事で出ていました。まあ、ブログですね、ブログの記事で出ていました。これに関してはあまりにもわけわからないので今回は触れません。下に説明欄の方にその記事が、まあ、2チャンネルで出まして、どんな反応があったのかということも含めてその下にあるまとめの記事を読んでみてください。そして朝鮮の方のマスコミでどのような風に報道されていたのかということに関して、東亜日報、朝鮮日報、中央日報の3種類の記事を少し紹介して見ていこうと思います。まず東亜日報で
どのように取り上げられたのか。東亜日報の記事はこのようなタイトルになっています。朝日新聞2面を割いて慰安婦問題特集記事を掲載というタイトルです。でこちらの内容はといいますと、まず一部のネットなどから朝日新聞の捏造というのを指摘されて、それによって検証を行った、朝日新聞が検証を行った。でその結果、結論として、総論として抗議の強制性があったということを認めて、それこそが慰安婦問題の本質なんだと、そういうふうに書いてある。でその本質を直視しようという内容だったというふうに紹介してあります。慰安婦問題はこの抗議の強制性こそが大問題なんだというふうに朝日新聞が言っているぞと、こういうふうに好意的に報じているわけです。それから朝鮮日報ではどのように取り上げられたのかといいますと、まず記事のタイトルは慰安婦、朝日新聞が安倍首相に反撃、強制連行の証拠多いというタイトルで紹介しています。そして内容はといいますと、まず先月6月に河野談話の検証というのが安倍政権で行われましたと。この安倍政権で行った河野談話の検証に関しては、自分も以前動画で取り上げましたので、そちらもしご存じない方がいましたらこの辺に貼っておきますのでご覧になってみてください。でこの安倍政権で行った河野談話の検証を受けて、日本で慰安婦捏造論というのが出ていると。この河野談話の検証ではいくつかのポイントがあるんですが、その中で日本政府が調査を行った結果、慰安婦の強制連行を示す客観的な資料というのが出てこなかったというふうに安倍政権で判断したんです。まあ、この河野談話を検証する過程においてそういうものが出てきた、そういう結論が出てきた。でこれを受けて日本国内で慰安婦問題というのは、まあ、証拠もなかったし捏造だと、そういう意見が出始めている、一般人の間にも出ているというふうにまず記事で紹介していまして、ただ今回の検証を受けて朝日新聞は証拠が多いと言っている。で証拠がなかったとする安倍政権に対して、これは安倍政権への直撃弾となったというふうに紹介しています。で安倍首相や極右勢力というものを攻撃する、批判する、そういう記事だったというふうに紹介しているんです。でこの慰安婦問題に関する証拠に関してなんですが、まあ、大きく2つありまして、1つが白馬事件、そしてもう1つが1938年の3月4日に出された慰安婦問題に関する、指令書というのがあるんですが、これに関して、まあ、通達ですね、これに関してはまた後でお話します。とりあえず3番目の中央日報の記事の方に行こうと思います。中央日報ではこのようなタイトルで紹介されました。慰安婦振り返ってこそ未来に進む、朝日新聞右翼に反撃という記事です。でこの内容はといいますと、この3紙の中で唯一中央日報だけが吉田政治の証言が虚偽だったということ、それから慰安婦と挺身隊を混同していたということに関して触れているんですが、ただ触れていながらも、朝日新聞だけじゃなかったというような朝日の言い訳などなどを取り上げまして、一つ一つ反論している、そういう記事だと。慰安婦問題に関して朝日を攻撃する、そういう声に関して一つ一つ反論した記事だったというふうに紹介して、そして最終的に被害者を売春婦と呼んで蔑むような、そういう一部の論調こそがこの問題、慰安婦問題というのをこじれさせる原因だったというふうに書いてあります。まあ、いつもの日本が悪いという論調でもって今回の朝日新聞の記事というのを紹介している、それが中央日報の記事です。で中央日報はこれを読んでどのような感想を持ったのかということを評価する、そういうボタンがあります。で自分が確認した時点で1万5000件に及ぶ評価というのがあったんですが、1万5000件以上ですね。で5種類の評価がありまして、そのうち 96% が腹が立つ、この記事を読んで腹が立つというふうに回答していました。この中央日報の記事を読んでほとんどの日本人は腹が立つと感じたということです。